応援を信じていた山川高校吹奏楽部の生徒42人と教師1人が腹痛や吐き気を訴え病院に搬送されました。吹奏楽部全員ダウンして次の試合に間に合わねえから演奏する人探してんだって。明日9時音楽室集合。結構集まったな。吹奏楽でもあんなのあるんだっけか。ちょうどこんな感じでやろうと思ってたんですよ。なんか楽器できる？でもよ、ジャズっておっさんのやるもんだべ。ほっぺだ痛い。なんか詰まっていかねえな。肺活量足んねえなよ。体力なさすぎだぜ。バンドやる気あんな？